子供だけで入っちゃいけない山。山で恐ろしいものに遭遇した話。子供だけで入っちゃいけないと言われている山があったんだが、中学1年の時、友人と2人で探検しに入ったことがある。まあ、どこであっても子供だけで入っていい山なんてのはないと思うが、そこはちゃんと誰かが所有している山で、入り口の方はキノコ栽培とかしてるし、渓流釣りに行くおっさんたちはそこを通って行くって親父も言ってた。その大人だったら危なくはないけど、子供は怒られるような場所っていう程よいスリルに惹かれて、日曜日の昼に探検を決行したんだ。キノコ栽培のところには誰もいなくて、山の匂いと静けさでドキドキワクワクしながら、川を目指そうって言って歩いていった。で、木の枝をかき分けてミシミシバキバキ音立てて歩いてたら、川の流れる音がちょっと聞こえるくらいまで歩いた頃に、硬いもの同士をぶつけるような音がうっすら聞こえてきた。ああ、やっぱり大人がいるのか、と思ったけど、引き返すのもつまんねえから、怒られてもいいから、川まで行ってすぐ帰ろうか、と言って、そのまままっすぐ突き進んだ。川が見えて、次に目に入ったのが、長靴を履いたおっさんと赤い岩。釣りの時に道具を置いたり、安定した足場として使ったりするような平べったい岩に、何かぐちゃっと血が広がっている。異様な光景だった。人間だとは思わなかったけど、赤い色っていうのは尋常じゃなく目立つもんで、量からして魚なわけねえなと思いながらも、何あれ、やばくね、慌てんな、とか言いながら、しっかり見える位置まで俺たちは歩いていった。で、見たら、犬だった。犬を解体している。ぐちゃぐちゃに見えたけど、顔と尻尾はあって、腹を開いているから、なんつうか、ちゃんとした解体作業みたいだった。でも、犬って殺される対象としてのイメージなんかないから、うわっと思って、友達も顔を引きつらせて、二人で無言のまま見てた。茶色っぽい、耳垂れてる犬いるじゃんか。ゴールデンレトリバーみたいな。あんなに大きくなかったと思うんだけど、でも、どう見ても確実に犬だった。おっさんがこっちを見た。ひげ生えてて、
タオル巻いてて、白い T シャツでよくいる現場のおっさんみたいな人だった。おっさんはニコッと笑顔になって、お、なんだ、見てくか？と元気よく言った。友達が何も言わないから、俺が返事しなくちゃと思って。あ、いいです。いいです。すいません。って言って、友達の背中を叩いて、すぐ引き返した。走ったら逃げてるみたいだから、早歩きで、一言も喋らないで、キノコ栽培のところまで戻った。友達が、あれ、犬だよね。というので、うん、犬だった。と答えた。そんなもの見たって親に言ったら、怒られるどころか警察沙汰になったりするんじゃないかって考えると怖くて、ガキだったからどうにか納得しようとして、犬の解体が仕事の人ということで結論付けて、暗黙の了解みたいな感じで、それからは山に行くこともあの時の話をすることもなくなった。いまだに他人にも話せないから、ここで書かせてもらいました。終わり。